皆さんこんにちは。1960年代の学園ドラマ俺は男だ、飛び出せ、青春などの学園ドラマに出演していた田坂都さんをご存知ですか？クリクリした大きな瞳に現代的なチャーミングな顔立ちで魅力的な笑顔の持ち主でした。主演ではなかったものの、可愛らしい笑顔でファンになった方も多かったようです。しかし田坂都さんは40代で女優を引退されています。引退後の消息は一切触れられることなく過ごされていたようです。久しぶりにメディアに名前が出てきましたら、それは訃報の知らせでした。若くして芸能界を引退し、その後消息が不明になっていた田坂都さんはすでに亡くなっているということが話題になっています。今回は田坂都さんの女優としての活動や引退後の消息について触れていきたいと思います。また田坂都さんの夫は有名俳優の村上弘明さんという噂も流れています。このあたりの真相にも触れていきたいと思います。田坂都さんは1952年6月13日の生まれで、山口県萩市の出身です。両親や兄弟等の家族状況や幼い頃の情報は記載がないようでした。日本橋女学館中学1年在学中の1965年に劇団日本児童に入団し、1966年に映画「3匹のメス猫」でデビューします。野川由美子さん演じる主人公の少女期役に抜擢されます。1960年後半、1970年代に日本テレビ系で放映された学園ドラマにレギュラー出演し知名度を上げます。学園ドラマの代表作の一つである「俺は男だ」はウーマンリブが話題となっていた頃、男子よ頑張れと転校生の小林浩二、森田健作さんが剣道部を立ち上げます。対抗心をむき出しにしたバトン部の吉川キャプテン、早瀬久美さんと対抗する学園ドラマです。田坂都さんはバトン部の副キャプテン秋元京子役で、男子に対しても神話的な役どころでした。学園ドラマのもう一つの代表作として「飛び出せ青春は来るものは拒まない」の校長の方針により、無試験入学制度をとっている太陽学園高校は全国から落ちこぼれが集まっていました。中でもサッカー部は劣等生の集まりでした。新任の教師河野武史、村野武則さんはサッカー部の部長になり、持ち前のチャレンジ精神でサッカー部の生徒とぶつかりながらサッカーを通じて触れ合い導く物語です。田坂都さんは学生の一人として南さゆり役で出演しています。飛び出せ青春の主題歌は青い三角定規が歌唱していますが、主題歌の太陽がくれた青春も大ヒット曲となりました。田坂都さんは主役ではありませんでしたが、刑事ドラマや時代劇などにメインゲストとして出演されていました。1970年代には「俺は男だ」などの学園ドラマにレギュラー出演し、その他「龍馬が行く」にも出演され、七瀬再びなどの有名作品にも出演しています。その他人形劇三国志、大江戸捜査網、 G-Men75、 土曜ワイド劇場、太陽に吠えろなど幅広くドラマに出演していました。1980年代には少しずつ仕事のペースを落とし、1990年代には芸能界を引退されました。1980年代にローカル番組に出演した記録もあるようです。田坂都さんの最後に出演したのは1993年7月10日放送の土曜ワイド劇場道の駅湯煙殺人渓谷でした。引退後の動向についてはいろいろな憶測が飛び交ったようです。田坂都さんは東京都新宿区荒木町にあったコスモプロジェクトという芸能事務所に所属していました。田坂都さんは引退にあたり大物女優ではなかったからか引退会見もしていないようです。また所属事務所からのコメントもなかったようです。
40代半ばという若い頃に引退されているので、結婚での引退も考えられますが、引退理由についてご本人からの発表もなかったので情報はないようです。すでに日本映画は斜陽の時代を迎えていました。テレビの青春ドラマや時代劇に常連のキャラクターでタレント活動をされていた田坂美也子さんでした。40代半ばまでで、それ以後のタレント活動の情報はないようです。田坂美也子さんの引退理由は何だったのでしょうね。引退後の動向として、東京都目黒区のカラオケスナックで飲んでいた。カラオケスナックに最初そのお店に行った時は脇で飲んでいたとのこと、気づきませんでした。東京のカラオケスナックでの目撃情報となると、引退後は実家の山口県萩市に帰らずに東京で暮らされていたのでしょうか。ネットにもほとんど目撃情報は上がっていないようですね。2012年に映像コンテンツ権処理機構が映像の二次使用に伴う著作権処理のため不明者リストに記載し、親族を探していたようです。週刊誌のあの人は今のコーナーなどにも田坂美也子さんの消息は一切語られることはなかったです。少年ドラマシリーズ七瀬ふたたび、松本清張シリーズ遠い接近、人形劇三国志に3作品に関係しています。メディア関係が親族などに連絡を取っているのに、その後も不明者リストのままになっているのは、消息は本当にわからなかったのでしょうね。田坂美也子さんは兄弟や親族とも連絡をしていないということで、家族と何か言えないような確執があったのでしょうか。そんな風に勘ぐってしまいますね。2013年6月16日に女優の坂本美香さんは、前日の15日に田坂美也子さんのお墓を訪ねたと自身のブログに投稿されていました。6月11日に某女優と会食をした際に田坂美也子さんの話題になり、すでに個人であることを知らされたそうです。坂本美香さんの事務所はかつて田坂美也子さんも所属していました。事務所の社長の青柳はじめさんは2011年頃から連絡が取れなくなったため気にかけていたそうです。2013年頃に亡くなったとすれば、まだ60歳だったはずです。しかし映像コンテンツ権処理機構では不明者リストのままのようです。今もどこかで生きている可能性のある人物として扱われているのです。まだまだお元気で暮らしていても不思議ではありません。消息不明であった田坂美也子さんがメディアに名前が出てきたら不法のお知らせでした。消息不明だったことで亡くなった死因もわからないのです。坂本美香のブログの投稿を受けてネット上では反響がありました。ショック最有機の再放送を見ていて、大好きだった田坂美也子さんが出ていたので、なんとなく調べたら2013年に亡くなっていた。享年60歳。ドラマ俺たちは天使だ、俺は男だ、トンネルズの皆さんのおかげにも出ていた。可愛くて明るくて好きだったな。田坂美也子さんのイメージは皆さん可愛くて明るいと言われていますね。田坂美也子さんは結婚はされていなかったのでしょうか。ネット上では田坂美也子さんの夫は有名俳優の村上弘明さんという噂が流れました。この噂は本当なのでしょうか。村上弘明さんは1970年代 SF ブームで特撮ヒーローが幅広いファンの目を集めるようになりました。仮面ライダーシリーズとしては6作目の仮面ライダーのオーディションに合格し主役デビューします。1985年必殺仕事人5に出演したことで、以後は時代劇に出演が多くなります。田坂美也子さんが出演した太陽にほえろにも出演しています。田坂美也子さんは第168話グローブをはめろに出演し、村上さんは第471話山さんに任せろに出演しています。2人が共演した作品は残念ながら見当たりませんでした。ネットにこのような投稿がありました。
少し前の放送になってしまいましたが、オタク訪問番組で出演されていた村上弘明さんの奥様の顔です。スタイル、雰囲気は田坂美也子さんにでした。私の思いをよそに自宅を案内する奥様、まるで田坂美也子さんが案内しているように思え、家のことが全く入ってこない。しかし実際は村上弘明さんの奥様は田島美也子さんです。なので田坂美也子さんとは夫婦ではありませんでした。田坂美也子さんと名前が一文字違いのため混同した人が多いのでしょう。田島美也子さんは定人の元水着キャンペーンガールで、グラビア水着の写真集で活躍しています。1991年に村上弘明さんと結婚し、4人の子供を育むています。時折夫婦でバラエティ番組に出演されるなど、引退後も元気に過ごされています。ということで、田坂美也子さんと村上弘明の関係は全く間違いという真相でした。田坂美也子さんの方は結婚していたのか全く不明でした。引退後結婚した可能性のありそうですが、それであれば田坂美也子さんの夫の存在も不明なので、真相は謎ですね。田坂美也子さんのお墓は神奈川県小田原市にある、日蓮宗の妙泉寺が田坂美也子さんの墓所だとされます。元気はつらつの印象が強かった田坂美也子さんでした。小田原市の妙泉寺にある田坂美也子さんのお墓は合同墓でした。合同墓というのは家族がいない方を葬るとの印象がありますよね。田坂美也子さんは実家は山口県萩市ですので、萩市に田坂家のお墓があるのではと考えてしまいます。それをあえて小田原市の妙泉寺に合同墓になっているのか疑問に思います。それには田坂美也子さんが消息不明だったことと関係がありそうですね。田坂美也子さんは40代半ばで芸能界を引退し、亡くなるまでの20年間をどこで何をされて暮らされていたのでしょう。人知れずこの世を去り、不特定多数の人々と共に埋葬された田坂美也子さん、孤独な晩年を送ったように思うと、寂しさと同時に違和感を抱かずにはいられませんね。2013年、人知れず眠りについた田坂美也子さんです。田坂美也子さんのファンの方や田坂美也子さんに関われた方にとっては大変ショックなことだったでしょう。ネット上で田坂美也子さんのお墓参りができる画像が投稿されていますので、ネット上でご冥福を祈る方もいるようです。実は生きていましたとチャーミングな笑顔でひょっこり現れることを願わずにはいられません。今回は田坂美也子さんは1993年放送のドラマを最後に、引退されてからの消息は全く分かりませんでした。そして村上弘明の奥様とは一文字違いであったので、そこからの間違いだったようです。田坂美也子さんは結婚されていたかも不明でした。そして2013年に60歳の若さで亡くなり、小田原市の妙泉寺に合同墓に葬られているようです。田坂美也子さんの不明の20年間が幸せな時間だったことを願わずにはいられません。田坂美也子さんのご冥福をお祈り申し上げます。最後まで動画をご視聴くださりありがとうございました。